皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大戸浩司のカラオケレッスンへようこそ。今日は瀬口祐樹さんの新曲、幸せに遠い岬。この作詞の先生のお名前を見て驚きました。木下龍太郎先生ですね。楽譜の1段2段をこれまた、まあ、皆さんの多くのためにということでマイナス1にして練習してまいりましょう。背の風音混じっています。いさりびを見つめる心が凍えています。この一段二段に早くも三箇所も4拍子で始まったのに4分の2拍子が入ってきます。こういうのちょっとね、違和感があるかわかりません。あまりにも多いからね、そのあたりをお気をつけいただきたいのがこの前半ですね。半拍休んで、海なりに、な、大きくね、上に上がります。スラーで滑らかにね。その前にうーとみが一緒、うーみなりに、この2の音からすでにもう2拍子さあ伸ばせませんよ。あとに余裕がなくすぐに続く感じでは、この部分歌いましょう。背の風音混じっています。山瀬の背が右にずれています。16分音符分たった一つ。山瀬の2番3番は普通です。昔の海辺で、はい、1番だけ山瀬の間を置いて、風音混じっています。風音混じっています。間の音が一拍目ね。そしています、いの次の棒の音に拳、ちょうどこれにはまあちょうどこうぴったりのね、長さ少し長めなんですね。ちょうどよかった。じゃあ山、ご一緒に3、はい。山瀬の風音混じっています。では1段目歌いましょう。
ご注意いただきたいのが B の E と次の2拍子のところの O が一緒。 B O O、 下からまあすくうような感じでね、まあ、この8分音符ぴったりではないにしてもこれぐらい長いということです。じゃあ、イ・サン・ハイ、イ・サ・リ・ビ・オ、見つめる心が凍えています。半拍休んで、見つめる、るが半音しか上がりません。また休んで、心が凍えています。これ一段目とちょっとタイミング似てるんですよね。はい、心が凍えています。一段目風音と混じっています。もちろん二拍子は全然ねないわけなんですけども、なんだか一節がね、流れ的には似ているかなと思います。はい、そして今の二段目、凍えていますの最後の巣、やっと伸ばせます。やっと伸ばせますよね。え、あと伸ばせるのは早々と今から言いますが、四段目の終わり、最果ての宿はの和、そして曲の一番最後、その3箇所しかないんですよ。もうとにかく次から次へ歌わされるという、そんな一曲ですね。じゃあ、見つめる、ご一緒に3、はい、見つめる心が凍えています。じゃあ、いさり、3、はい、さりびを、見つめる心が凍えています。さあ、それでは前半仕上げましょう。でもそんなに早くはない。幸せに
三打目に戻ります。海に好みを、海よりもみがちょっと上がる、間を開けて好みを、また間開けて沈めたら、目が長い、たが短いね、こういうことです。じゃあこの海に、三、はい、海に好みを沈めたら、愛の傷跡消えますか。ああ、ここまで。うん、ちょっと、まあ、このね、つながりがちょっとありそうですので、3打目の真ん中へ戻って、愛の、この拳は逆三角形、愛の、と同じ音で、の、の、のが16分音符、短い、の、下からの救いですよね。その次、傷跡遅れ拳引っ掛けです。傷跡あは短いんですけども、同じ高さでとを歌って、と傷跡消えますか。ああそうですね、四打目の頭、消えます三連音符です。すか、自分で三連を作ろうとしないでもね、伴奏がジャジャジャとちゃんと刻んでくれますので、それにこううまく乗っかる、すかにさん、ここはねちょっと音がなくなるんですけども、驚かないで、あ、この最初のあはすかと同じ音です。間を開けて息を継がないまでも間を開けて、拳、そうね。じゃあ、き、三、はい、消えますか、もう一回やっときましょうか。き、き、三、はい、消えますか、最果ての宿は。そうですね、最果までが同じ音、最果、歯は上がりません、あで上がる、最果ての手が16分音符分右にずれていますね。手の宿の矢もまた右にずれています。宿、手の宿は、最、ご一緒に三、はい、最果ての宿は。それでは戻りましょう。海に、うん、3打目の後前に戻りますよ。三、はい、海に好みを沈めたら、
と消えますか。ああ最果ての宿は幸せに一番遠い岬の外れです。最後、幸せに一番遠い幸せに一番遠い、一番の意が一拍目、一番遠い、ご一緒に、三、はい、幸せに一番遠い岬の外れです。岬の木とのが一緒、のおで上がる、岬の外れで、外れで、普通に拳で、もともとこの拳がなければでです。レでえのえと同じ音で、すを歌って、すうすう、こうですね。ついでにあの二つ目の拳、これは逆三角形にしましょう。ごめんなさい、最後す、じゃ三拍でみさ、三拍、みさきの外れです。では三拍、幸せに一番遠い岬の外れです。後半仕上げましょう。海に、はい、じゃあ三、はい、海にこの身を沈めたら、愛の消えますか。ああ最果ての宿は幸せに一番遠い岬の外れです。幸せに一番遠いのいは短めですね。言い忘れてました、申し訳ありません。皆さんで海に、三、はい、そんなね、ギターメロディーで本当に申し訳ありません。
女性の皆さん、このマイナスの1、そしてマイナスの2、こちらもどうぞお試しください。そして男性の皆さんはというと、プラスの2、3、4、まあ最高が4だと思いますがね。はい、そのあたりでどうぞしっかりとまたお近くのカラオケ喫茶へお出かけいただきたいと思います。ただ十分に習ってからね、繰り返し繰り返しどうぞ辛抱強くよろしくお願いいたします。本日もお付き合いくださいましてありがとうございました。